今日の酒のつまみはごま油香るしらすの薬味まみれ薬効を紹介していきます。まずは生姜とネギ、これらを食べやすい大きさにカットしたら貝割れ大根もカッティング。これで薬味のカットは終了。ボウルの中に全員集合させたらしらすを入れていって、ごまを入れたらそのまんま味付け、本だしを入れてったら醤油、最後にごま油を入れて香りと油分を追加したらそのまんま混ぜれば OK。 ちょっとひと手間なんだけど、キッチンペーパーで豆腐の水分を取ってあげることで味が薄くならずに済む。したら皿の中に入れていって軽く潰していく、まあ、なんかおぼろ豆腐みたいな感覚。最後に先ほどの薬味を上からぶっかければ完成。わー、今日のつまみもうまそう。